新築州新築軍新築外新築外役場新築州新築市新築市役所中国国民党初代新築県東部文化部台湾の戸籍新築市新築市役所新築市政府新築市政府文化局新築市美術館新築市役所は台湾新築市東区にある日本統治時代の新築州新築市の市庁舎市の文化遺産登録を経て現在は 美術館として利用されている。1920年に日本政府は台湾で市街商政を施行し、当地は新築州新築軍新築街に属していた。1925年に新築軍役場として建立され、旧新築町庁社内に設置されていた軍役場が移転する。1930年、新築の人口が急成長し、政治経済の中心として、 さらに重要性を増したため、就活市としての新築市に昇格し、町役場も市役所となった。1月20日に廃聴式、翌1月21日に開聴式を行い、1月27日に市役所へ改名と同時に翌年まで増築工事がなされた。1935年に所在地が東門町一丁目一番地となる。第二次世界大戦後は、 台湾省行政庁官公所新築州、設管委員会によって、市役所は新築市政府となり、その後新築建設率や行政区画再編を経て、県政府は東園営店、市政府は九州庁を使用することとなった。旧市役所庁舎は中国国民党の検討部として使われ、市政府に移管後は1973年3月1日より、警察局都政事務所、 1992年7月1日より、帰宅途政事務所となった。1999年に、戦後の増築部分を撤去し、2001年に、市の文化遺産に登録後、11月5日に、帰宅途政事務所は転出、入居者不在となった。修復事業を経て、美術館への転用が決定され、市の小勝市昇格25周年となる2007年12月25日に、 新築市美術館及び開拓館として生まれ変わった。土地面積は1611平方メートル。大正時代の観光所に典型的な和洋折衷の建築様式となっていて、四方向への傾斜がある。寄せ棟作りと二つのドーマを持つ和風屋根と赤レンガ作りによる西洋風の建屋の構成。正面から見ると長方形の建屋で、 入り口は1930年の増築でとし、車寄せのための門楼が増設されている。門楼上には、花輪柄の紋章があったが、戦後の増築時に、聖天白日の紋章に変えられたが、文化資産登録後の修復時に復元されている。現在は修復を経て、建立当時の姿が、ほぼ再現されている。新築市美術館は、新築市政府文化局が運営する。 美術館。2007年に郷土資料館を併設する形で開業。旧新築市役所庁舎1階を再利用した郷土市を展示、開設する開拓館と2階を利用した台湾の現代美術の収蔵、を展示を目的とした公営美術館で構成されていた。2014年から市長に就任した林里市県により、 現代美術を強化した新築士美術館への転換が図られた新築士美術館に関するカテゴリーありがとうございます。